リートンソシーのラジオシ話、じゃが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 ということで、今回も始まりましたラジ歴の時間ですが、今回はわりかし近いところのお人物を取り上げて、えー、より具体的に歴史を使っていくということを中心に今日話していきたいと思うんですけれども、ソッシーは日頃行ったことをちゃんと守ってますか、約束。自分が喋ったことですかそうです 守っているつもりです,つもりですかつもりです。かかななんてて言ったりとかしてないですかああ、と心にもないことを言ったりとかしていませんかうんうん、うん、<laughs> あんまりこういう電波で言ってます、使ってますとかって言いづらいですけど、基本的にはないようにしてますが、はい、時と場合によって多少、 多少うん、使ってるケースがあるかもしれないですね。使ってしまっているケースがあるという中で、うんえー、社交事例を一切言わなかった男がいるんです。そんな人いるんですかいるんです。かっこいいじゃないですか。田中角栄という男です、ね。<ー>彼は自分が口にしたことは絶対にある。<お>だから彼が選挙公約に挙げたことっていうのは彼は何があってもやり抜く。マニフェストって。 マニフェストなんかよりも全然そんな軽い言葉じゃないんですよね、うん、彼の場合、まあ、日本列島大改造とか、はい、こう新幹線を通すんだって言ったら通すそういった仕組み作りブルドーザー田中角栄と言われるようなぐらいパワフルな人なんですけども、うんはい、彼の一番のポイントというのはやはり社交辞令を言わなかったこと僕は、まあ、彼、いろんな器を方変ありますし。はいあのー こう賛否両論分かれる部分もあるとは思うんですけれども彼が僕が一番すごいなって思うことは社交辞令を言わなかった、うん、これに尽きると思うんですよね一番よく言う社交辞令今度飯でも行こうよ<お>使ったことありますかめっちゃあります全員と行きましたか行かないです誘いましたか誘わないこともたくさんありますたくさんありますか、うん、田中角栄は必ず実行してたんですどんな人とでもどんな人とでもっ言った以上は 自言った以上はだから誘う気がない人には言わないえーえー、でもどうしても言いたくなっちゃうシーンもぐっとこらえるんですかそんなシーンは多分なかったんでしょうねだって心にもないことを言ってどうすんだ、うん、っていうこともありますし政治家は言葉が命なので、はい、自分の言葉が一つでも嘘があるってなると、うん、誰も信用してくれなくなっちゃうわけです 今度飯でも行こうかって言った以上は彼は必ず飯に行ってるんですんただ彼の飯ってすごく短くて、はい、夜だと3軒入れるそうなんですね3軒 1>, <件> 1>, 1時間ずつきっちり<ー>でも誘われた方はしっかり1時間彼と時間を持って話すこともできるしでそこで、あのー、こう思ってるんですとか、はい、何をしなきゃいけないとかで彼は言った以上は しっかり誘ってくれるんだっていうこと。こうすると彼が言ってることの重みが全然違うわけです。言葉の重みが。こう、本当に何でしょう？こう社交辞令でお似合いですね。とかあるいはこう。食事行きましょう。今度人紹介するよ。困ってることあったらんで俺に言ってこい。って言うだけじゃなくて、やはり実行が伴わないと人はついてこない。 うん、っていう恒例なのかなとうん、うん、で彼自身はそういったこう一っ以上はやるやれないことは言わないでも一っ以上はやるんだだから飯食い俺が飯食いに行こうって言ったらもう必ず誘うでいつ空いてるんだいつ行こうか、うん、でそのためにまあ食事だらだらしててもその3時間も話しててもしょうがないから1時間ずつ分けるその行動がうまくいくように秘書は、うん、その田中角栄が食事に行きやすい ようにとはいえ3軒を渡り歩かなきゃいけないからどううまくそこ地路地周りを固めるのかこういったところが腕の見せ所にもなってもちろんそういったバックにあのいろんな人たちのサポートがあってだけれども彼自身は必ず人と会うっていうことを約束した以上はやっていくっていうことなんですよだからこう僕もこれはすごくあの見習うべき姿勢だなと思っていて。 何かこう人を誘った以上は自分から誘う、うん、あの件だけれども今度行きませんかっていついつ空いてるんですけれどもで相手がまあそれで断って向かい社交辞令だと思ってたんで愛想よく行きましょうって言いましたけど、うん、まあ別に本当は行きたくないんですっていうことで断られたらまあ深追いはしないですけれども自分が今度飯でも行こうかって誘った以上は具体的に落とし込む。 うん、これが自分のその信頼とか信用とかを高めていく上で、うん、この人の言ってることなら信用できる、うん、この人の言ってることだったら聞いてみようって思わせる上で一番実は簡単で単純なことなんですよね、うんうん、すごいまあ考えてみればシンプルですけどでもそれを実行してるっていうのがすごいですねだから言葉の重みを理解してるわけですね、うん、だからそういうい意味では選挙中に 安易なはなら言った以上はこ政治家の言葉っていうのを重くしなきゃいけない、うん、じゃないと誰もこう信じてくれなくなってしまうということで田中角栄の人気ものは歯、まあ、に衣着せぬ物言いもしっかりですけれどもあとはやった以上この人が言った以上きっと変わるんだ 変えててくれるるんだっていう信頼感につながるやっぱそれしかある意味政治家っていうのは武器を持ってないんですよねでもそれって政治家だけじゃなくてビジネスンも全く一緒でこいつの納期ってデッドラインってそうは言ってるけど本当はもっと余裕あるよねとかもっとずれるよねってだから本当の本当の納期はこのタイミングだからまだいいやってなると、うん、デッドラインが嘘になっていく。 そそうするとのデッドライン最初に決めた理由って何かあったんだっけ、うん、ってなってしまうのできちっとデッドラインとか締め切りを守るとかっていう一つ一つ時間を守るとかっていうことがビジネスマンとしてこう自分をより高めていく。 基本動作なんですよね、うん、確かに今の角栄さんの話は少しあの政治家の話かなと思ってたらビジネスの現場でも毎日歩くことですよね一気に身近なことにビジネスというか、うん、まあ子供の時から親に言われ続けていることですよね、うんうん、そっかまあそうですよねでもやっぱりそういう言ったこと守って実行して成し遂げてくれるっていうことの積み重ねがその角栄の期待感をそうですね うん、民衆というか市民というかどん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 大きくしていきますよね。大きくしていくのでそうするとこの人についていきたいっていうふうに思わせる、うん、非常にシンプルだけれども実行が難しいまああのー、ね株でも同じで安い時に買って高い時に売れば儲かる、うん、まさにそれと一緒で言葉というものを いかに大切にするのか言った以上は、いや、それ本気に取るなんてみたいな、そういうことはしない。と、うん、いうことをしていくと、あこの人についてはあの言葉がそのまんま通りなんだなと。ということは、じゃあ自分がやらなきゃいけないこと、彼のためにサポートしなきゃいけないことって何なんだろうと、うん、いうことが見えてくる。うん、こういったこう、ある意味シンプルな社会っていうことがいろんなものをこう改革していく。 こう前に進めていくっていう時にすごく武器になる力にた、うん、だスティーブ・ジョブズなんかも彼がやりたいって思ったことを実践していくっていうことについては全て形にしていくわけです<ー>確かにだからそこがこうなんか夢物語言ってるだけでしょではダメなんですよ、ねうん、孫正義しかり、うん、柳井さんしかりマ、うん、ストリテイリングのユニクロの柳井さんしかり、うん、みんなこう言葉にして その言葉に向かってて実行していく多少の前後がずれてしまったりとかタイミングがずれるっていうようなことがあっても旗を掲げる言葉を掲げる、うん、有言実行しない限りはあとはみんなはついてこない何をしたいのかわからないからなんですよねこう俺は何々がしたいんだってこう言葉にして出すことによってじゃあこうしたらできますよとかじゃあこうやりませんかっていうふうに人が集まってくるでおあ俺言ったんだけどそれ別にそんなやりたかったわけじゃないんだよねって ってなった瞬間あじゃあまあいいかなって、うん、まあ今度言ってるのもそんな別に本気でやりたいわけじゃないんだろうなってするとどんどん人が離れていってしまうということになると思います、うんうん、なるほどありがとうございます言葉約束守るの背景にやっぱりエネルギーですねそうですね<の>やりきる力、うん、そういうのが垣間見たお話だったかと思いますラジオ歴史小話お相手はリートンとソッシュでした